ザスパクサツチャレンジャーズは日本の群馬県東郡草津町を本拠地とする社会人サッカークラブ。日本プロサッカーリーグに加盟するザスパクサツ群馬のセカンドチームにあたる。ザスパクサツ群馬は2005年の J リーグ加盟後、チームをトップチームとサテライトチームの2つに分割してザスパクサツチャレンジャーチームの名称で創設された。 チャレンジャーチームはアマチュア登録を主体としたため、選手たちは草津温泉のホテル、宿泊施設でアルバイト、かつ合宿しながらサテライトリーグの試合、練習に臨んだ。2007年からチーム名をザスパ・草津 U-23 と解消した。なお、2009年までは J サテライトリーグに参加し、2010年より群馬県社会人、サッカーリーグに参加している。 なお、試合会場には本白根第3グランドなどが用いられている。2011年に群馬県サッカー協会長売サッカー大会で準優勝。翌2012年も協会長売で準優勝したが、未登録選手を出場させたため県リーグ2部再開となり県リーグ3部に降格となった。2013年は協会長売で、 初優勝して天皇杯に初めて出場した。2013年2月よりザスパクサツチャレンジャーズとチーム名を変更した。2014年の群馬県2部リーグ日及び全国クラブチームサッカー選手権大会で優勝。2015年は県リーグ一部で優勝したが関東社会人サッカー大会は準決勝で敗れた。2019年の関東社会人 サッカー大会で優勝して、翌2020年からの関東サッカーリーグに部昇格が決まった。ありがとうございます。